How's it going, everyone? Deadlygate here. I'm going to bring you another green conversation event over here. If you could take the time and give this a thumbs up and a subscribe, that would just be fantastic. Let's get this going. I think it's Itsuki over here. Probably jealous that he wasn't chosen to be in the Flugel. Fan club member.ちょっと待ちなさいよ。あなたのレベルじゃ釣り合わないでしょ。喧嘩はやめようよ。みんな仲良くですよね、いつきさん。君たちの好きなように。ただ、今日は会議があるから、そろそろログアウトしないと。いつきさん、社会人なんですよね。IT 系って聞いたんだけど、本当ですか？証券会社でしょ。この前、株がなんとかって言ってたし。すごい！エリートサラリーマンなんだ。リアルでもかっこいいですね。違うわよ。いつきさんのリアルは…って、内緒でしたよね。何それ。落ち着いて。実は、僕…リアルでは全くモテなくてさ。女の子と話したことなんて、ないくらいなんだ。なんてね。また冗談ばっかり言うんだから。会議があるのは本当だよ。あ、いつきが私たちに気がつきました。こっちに来ますよ、マスター。マスター。残された彼女たち、残念そうです。 They jealous, dude. Yeah.いたのなら声をかけてくれればいいのに。どうしたんだい？狩りの仲間でも探しているなら付き合うよ。Now he's free. Interesting. Quite popular with the ladies, I see. 本当にそう思うかい？君、恋愛はあまり得意じゃないだろう。さっきの子たちは僕のファンなんだってさ。僕の情報を欲しがるからさ。断片的に差し上げているだけだよ。最近はリアルで会いたいとか言われていてね。さすがにそれには応じられないから、代わりのサービスみたいなものかな。彼女たちはその断片を自分の都合に合わせて組み立てる。だから僕はエリート社員だったり、どっかの企業の社長だったりするわけだ。しかも僕のリアルはこのアバターそっくりらしいよ。もちろん否定はしないけどさ。What if he doesn't though? Like, what if he's fake? だってその方が彼女たちも楽しめるだろう。So you can't stand them? 君はたまに返事に困ることを言うね。人間は好きだよ。子供と老人。それに男と女は嫌いだけどね。まあ彼女たちは役に立ってくれることが多いからな。レベルは高いし、いい情報もくれるし。So he trades information. だから、好きと言っていいんじゃないかな。まあもちろん君たちのことも大好きだよ。I think you're an okay guy, dude. まったく、さっきも言ったけど、あまり人を困らせないでくれ。まあ、退屈するよりはずっといいけどね。That's fantastic. Alex, there's still another green thing in here, though. Am I missing something? Okay. 交渉成立だ。まあ。頑張れよ。I don't like the look of this. Let's go. 新しいお客が来たな。あ、いや。ごめん。急いでるから失礼するよ。さて、今日は何の用だ？豆に来てくれるのは嬉しいけどな。
あまり新しいネタは入ってないぞ。I just watched the anime Argo like in like the fourth episode. I was trying to sell Kirito something. So I know him, so I came up. そういえば、いつきは君の知り合いだったな。彼が何をしていたのか気になるのか？誰がどんな情報を買ったのか、もしくは売ったのか、それも情報だ。ちなみに君がいつきの情報を買った場合、それもまた情報になるからな。Now I'm just confused. 買う気がないなら、君の情報を売ってくれるので、好きな食べ物、好きな戦い方、好きな銃、好きなタイプの情報もくれるなら、高めに買うよ。近頃いいお客さんもついたしな。プレイヤーの情報も売買の対象になるのですね。情報屋さんはすごいです。売れるものなら何でも扱うよ。例えば、有名プレイヤーの装備やステータスはいいネタだな。その分トッププレイヤーたちは自分の情報が流れないよう気をつけているものだが。マスター、情報をいっぱい言ってお金を稼ぎましょう。ま、気にせず売るのもありかもしれないな。リアル以外の情報ならオッケーだ。どういうことですか？俺っちも情報屋としての掟があってね。あくまでも扱うのは GGO の中での情報だけさ。I don't have any info worth selling. そうか。じゃ、また気が向いたらよろしくな。So there we go. Itsuki is an okay guy. There's another info thing, but I think we're gonna end that right here. Thank you for watching. Don't forget to give it a like and subscribe. See you in the next one.